翻訳メモリは原文と翻訳文を一体としてデータベース化し、その内容を自動的に繰り返し利用することで翻訳を支援する翻訳支援ツールである。翻訳メモリは翻訳を仕事とする人の業務の効率化と質の向上を支援するためのソフトウェアである。翻訳メモリは厳密には原文と訳文のデータベースを指し、それを利用するソフトウェアは 翻訳メモリツールと呼ばれる。翻訳メモリツールのことを翻訳メモリと呼ぶことも多い。従来型の翻訳メモリには通常翻訳ソフトのような公文解析機能はない。したがって翻訳メモリツールを使用することによって原文が自動的に翻訳されることはない。翻訳自体はあくまでも翻訳者が行う。ただし近年では翻訳メモリツールと翻訳ソフトを 統合することにより、さらに効率の良い翻訳支援環境が実用化されている。翻訳メモリの主な機能はである。これらの機能によって、などのこれまで翻訳者に任されていた単純作業を自動化し、さらにも自動化されるため、文書全体としての翻訳品質の向上も期待できる。翻訳メモリには、次のような追加機能を持っているものが多い。翻訳メモリは、 翻訳ソフトへの幻滅から生まれたと言われている。しかし、現在では、以前よりも翻訳ソフトやそれが動作するハードの性能が向上し、また翻訳ソフトの利点が見直されている。翻訳メモリでは、本来パソコンにできるような単純作業まで人間がしなくてはならない手間があるからである。翻訳ソフトに翻訳メモリ機能が含まれていることや、 逆に翻訳ソフト機能を持つ翻訳メモリもあるが、どちらの機能もそれぞれ単体の製品には及ばない。アップル製の MacOS 用翻訳メモリ。無料で配布されている。特定のソフトと連動するのではなく、独立したソフトとして機能する。ワード、エクセル、パワーポイントなどの Microsoft、Office アプリケーション、RTF、MIF、HTML、XML、SGML。 Java のプロパティファイルなどに対応している。TMX 規格に準拠した翻訳メモリも使用することができる。Microsoft Word Excel PowerPoint のアドインとして機能する。現行ファイルを直接上書きして翻訳を行う。HTML ファイルはタガシストという独立した WiseWing エディタを使用して作業する。Web 上で扱える翻訳メモリであり、Google のサービスと連動する。 翻訳メモリと機械翻訳を組み合わせて翻訳を行う。翻訳メモリは Google の本社に格納されるグローバル共有 TM と機密事項を扱う際のプライベート TM に切り替えて使うことができる。翻訳検索結果を5段階に分けて評価することにより精度を高められる仕組みになっている。ウェブページ、Wikipedia の記事、ノルの記事を直接取り込むことが可能。 ローカルファイルでは、AdWords エディターアーカイブ、HTML、Microsoft Word、オファンドキアメントテキスト、テキスト形式、RTF、サブリップ、サブウェアを翻訳可能。TMX 規格の翻訳メモリが使用可能になっている。なお、2019年12月4日にサービスを終了している。Web ブ,ブラウザ上で機能する。他の翻訳メモリツールで作成される。 TMX 規格に準拠した翻訳メモリもインポートし使用することができる。Microsoft Word Excel PowerPoint ファイルなどに対応している。クラウドサスベースでの翻訳メモリの共有が可能。エディタは直感的なインターフェースにより習得に時間がかからない。翻訳メモリは TMX または Microsoft Excel の形でインポートエクスポート可能。 他の翻訳メモリツールで作成される TMX 規格に準拠した翻訳メモリもインポートし使用することができる。各種フォーマットに対応。特定のソフトと連動するのではなく独立したソフトとして機能する。直感的なインターフェースにより数時間でツールを使いこなすことが可能。翻訳メモリは TMX で保存され、エクスポートも可能。 他の翻訳メモリツールで作成される TMX 規格に準拠した翻訳メモリもインポートし使用することができる。Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML, CSV, TXT, RTF, Treadstock, XML, Adobe FrameMaker, Adobe i n d e s i n ファイルなどに対応している。Windows 用、有料。 独立したソフトとして機能する。お見事は自由に使えるソフトである。プラットフォーム非依存性の高い Java で実装。Windows、MacOS や Linux 向けには起動用アプリケーションが存在し、各プラットフォームへの統合を前提とした成果物が個別に配布されているにもかかわらず、Java さえあれば使えるパッケージも配布されている。Microsoft Office 2007以降のや XLSX などのエクステンセブルマーカップ、ランゲージ XML 形式なら直接対応している。それ以前のバージョンを Office2007 形式やアットオフ形式に変換してから対応している。HTML、DocBookXML、Java のプロパティファイルなどにも対応している。TMX 規格に準拠した翻訳メモリも使用することができる。 おみごっとおみごっとの機能を継承する形で開発されるフリーソフトウェアであるが、おみごっとの翻訳プロジェクトと互換性のないようにできている。作業の進捗状況や稼働状況を知らせる表示領域が設けられるなど、おみごっとにはないいくつかのユーザーインタフェースレベルの機能が追加されているが、おみごっと1.4以降のソースコードを基本的には再利用しない方針で、 根本な機能の開発と公開は、お見事よりは遅れている。特定のソフトと連動するのではなく、独立したソフトとして機能する。SDL はトレイドウスを買収した。専用エディタを使用して作業する。バージョン2007までは、元データが RTF および Dock のファイル形式の場合は、マイクロソフトワードと連携して作業することが、 多かったが2011以降のバージョンでは専用エディタ上で作業できるようになりバージョンアップに応じて機能や対応可能なファイル形式が拡張されている TMX 規格に準拠した翻訳メモリをインポートして使用できるほか SDLTM という独自のファイル形式で翻訳メモリを管理できる特定のソフトと連動するのではなく独立したソフトとして機能する 元データのファイル形式に関係なく、すべてのファイルは専用のテキストファイルに変換される。ライオンブリッジが2010年4月に GEOWORKZ.com 上にて SAS としてリリース。従来のデスクトップベースでの翻訳メモリの利用ではなく、サーバベースでの翻訳メモリの共有を可能にした。オンプレミス、またはクラウド SAS ベースでの翻訳メモリの共有が可能。 特定のソフトと連動するのではなく、独立したソフトとして機能する。翻訳メモリはタブ区切りテキスト形式で保存されるので、通常のテキストエディターや表計算ソフトで編集が可能。Windows 用有料。詳細は WordFast を参照独立したソフトとしてではなく、Microsoft Word のマクロとして機能する。操作は Word 上で行う。操作方法や、 分節の切り方はトレイドウスに類似している。翻訳メモリはテキスト形式で保存されるので通常のテキストエディタで編集が可能。トレイドウス、デジャブ、スタートランジと SDLX などで作成される TMX 規格に準拠した翻訳メモリも使用することができる。情報通信研究機構言語翻訳グループと 東京大学図書館情報学研究室による共同プロジェクト。翻訳支援エディター、クレデットは登録すればフル機能が使用可能になる。三成堂グランドコンサイス英和辞典の参照。共同翻訳機能、掲示板、用語登録が使用可能。IBM の TM2 に由来するオープンソースでエンタープライズレベルの翻訳環境を提供する。Windows XP が サポート OS だが、Vista や Nana でも動作する。HTML、o パ a n o f f i c e XHTML、Zarif、XML、Java のプロパティファイルなどにも対応している。TMX 規格に準拠した翻訳メモリも使用することができる。翻訳メモリの共有機能については1.0、リリースを目指し調整中。オープンソースの翻訳管理システム。ワークフロー管理。 翻訳メモリの集中管理が可能。Microsoft Word, RTF, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, XML, HTML, JavaScript, PHP, ASP, AS JSP, Java Properties, FrameMaker, i n d e s i i n d e a s Portable Object, p a s e r o 2 0 1 1などにも対応している。 アプリケーションサーバのオペレーティングシステムとして、Windows Server 2003、64bitWindows Server 2008、Ubuntu Linux サーバーをサポートする。j b o s Java も必要。データベースサーバーは、アプリケーションサーバーと兼ねることも可能だが、別の専用サーバーを用意することが奨励されている。データベースとして、マスコールをサポートする。全出のおミゴッと連携可能で、 オフラインエディタとしては公式にオミゴットが推奨されている。クラウド型で提供されており、直感的なインターフェースによりすぐに使えることが特徴。特定のソフトウェアと連動するのではなく、独立したソフトウェアとして機能する。各種オフィスファイルに対応。個人が利用できるパーソナルプランと複数人でメモリを共有できる法人向けのカンパニープランがある。 ありがとうございます。